法人天皇陵でございます。国内で2番目に大きいんだけどね。それの横100メーターぐらいかな。はい、播州山古墳、非常にレアな古墳でございましてね。今中入れないかね。日本語で書いてあるか、書いてあるね。墳場22メートルの円墳。これね、前昔聞いた話よるとね、昔の話よると前方後円墳じゃなかったのかって話だったんやけどね。どうなんでしょうね。高さが3メーターぐらいか、5メーターか。ロータリーの中にね、ポツンと残ってますからね。あれ、これ桜が切られたか。これで一周でございます。はい、播州山古墳でした。あ、やっぱこれは、はい、三度山古墳でございます。あら、看板ないんかね。これはどういうことでございましょうかね。円墳みたいなのが2つ見えるけどね。ちょっと形状わからんね。いやー、わからん。どうだろう、これ。小型の前方後円墳かね。それにしてもちょっと真ん中がね、ちょっとおかしいんだけど。看板がないかね。あそこあるね。看板、見えんか。あら、何にも見えませんでした。三度山古墳。あそこにあるね。ちょっと目視でわからんね。なんて書いてあるんだろう。倍塚かね。法人天皇陵の倍塚にしてもまあね、距離的に合ってんだけどね。なんだろうこれ。双方軍前方こういうふうにしておかしいんだけどね、形がね。まあちょっと後で調べてみましょう。何にも調べないでくるのがね、気温でございますから。はい、三度山古墳でございました。看板ぐらい立ててくれたりですね。看板もないか。まあ、レアな古墳でございますからね。お、ポケットバッグになった。ポケットパークで書くような横にもう看板の下に書いてくれたようにね。三度山古墳で書いてくれたように。藤ヶ丘三度ポケットパーク。三度？藤ヶ丘三度になってますよ。山の中あらへんのにね、わかりません。はい、ありがとうございました。